まったく昨日は災難だったよ。ほろ酔い気分で大使館に戻ろうとしたら兵士たちに難癖つけられてね。テロリスト対策とやらで夜間のパトロールが強化されていたらしいな。お前さんたちは大丈夫だったか？ええ、昨日は早く休んだので特に問題はありませんでした。それよりもエルナンさんからいいものを借りてきちゃったわ。おお、そりゃ助かるな。あの兄ちゃんまだ若いのに随分気配りが効くようだな。そういうわけで午前中は地下水路に降りてみましょう。もう一つの入り口はアリーナの隣にあるそうです。晩餐会のために最後の一頑張りと行こうか。Thank you.
ああ、エステルさん、ヨシュアさん、昨日は無事にお帰りになれましたか？うん、ちゃんと帰れました。実はユリアさんだってわかるとどう話していいもんだか。今まで通りでいいと思うよ。大会頑張ってくださいね。
おはようございます、皆さん。今日はいよいよ決勝戦ですね。昨日お話しした地下水路には行ってみましたか？あそこなら今のあなたたちが腕を磨くにはもってこいの場所だと思いますよ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.